ゲストの青山真さんです。青山真です。今日はありがとうございます。今日は海のテーマにした歌だったんですけども、はい、海水浴とかもしてました。あ、僕こう見えてどう見えてるか分かりませんけども金槌なんです。運動は結構好きですし、昔から、まあ、運動神経いいなんて言われてましたけども、海だけ、水だけは苦手で、でも海水浴は毎年家族で行ってました。あ、まあ、この辺まで浸かるくらいだよね。そうですね。で、一回バナナボートみたいな、あ、ありますね、乗ったんで、父が引っ張って、でそこからみんなでこう飛び降りていくんですけどね、僕なんかね、なんかの拍子にそのバナナボートの下に潜っちゃって、溺れかけたんです。小さい時。それでちょっとトラウマになって。それもトラウマで。なんかそういうのもあったりして。でも海は大好きです。はい、はい、そうですけど。で、スポーツはサッカーやってた。サッカーやってました。5歳からサッカーやってました。何歳から？中学3年までですね。あ、でもすごいですね。まあ、10年ぐらいですか。どこですか、ポジション。僕一番最初はセンターバックって一番試合のライン守ってたんですけど、中学最後の試合は一番前の。じゃあ、ゲッター、まあまあ、そうです。トップです。お、すごい。一番こう、いいとこ取りの。はい、今、三笘がすごいですよ。あ、三笘選手。サッカーやってた人には、もう僕らはサッカーやってないから、サッカーやってた人の方が理解力あると思うんですよ、その凄さが。いやー、でもね、1ミリ、三笘の1ミリって言ってますけど、諦めない精神だったり、まあ、でもとにかくずば抜けてますね。なんか今すごいでしょ。すごくもう海外でも活躍されてすごいですね。すごいですね。日本人どんどんすごくなってきましたね。大谷君もすごくなったしね。スポーツ界日本が。だから僕あんまりこう見るっていうよりかはやる方が好きだったんですけども、前回のワールドカップはもうすごく盛り上がって自分の次のワールドカップも楽しみですね。はい、ということで、ね、意外とこういう雰囲気だけどサッカーがうまかった。ありがとうございました。どうもありがとうございました。